状況を説明していただきましたように、このところ本当にネット不良と思わしき人たちが妨害行動が激しくなってきてます。全体もすごい大音量で本当にスピーチの声が聞こえない、あるいは沖縄からですね、リアスさんがメッセージを寄せてくださったんですけど、それも読んでもなかなか聞こえないと本当にひどい状態でありました。でそれに対して今回はですね、予告がさらにされています。自然界という昔の生徒の自然界というのがありましたね。会は集まるという会、会合の会ですよね。そういう団体が、ここに結集しようという、予告をやっています。なんか聞くところでは第4木曜日がですね、たまたまというか新宿でヘイトデモ、ヘイトスピーチをやる予定、定期的にやってるらしいんですよ。だから今回は来ないんじゃないかと思ってたら、それを新宿のヘイトデモを中止をして MX に結集せよという、なんとも、早というかいう予告もしているので、今回かなりうるさくなるんじゃないかということで、私たちも万全の警備といいますか準備をしてきました。で先ほど聞かれた方が言ってもですね、私たちの主目的は主目的というか、私たちがなぜここに来ているかといえば MX に対してですね、嘘とデマと中傷、誹謗中傷を固めた事実上昇を訂正してくださいということですので、まずそれに集中したいと思います。今日もいろんな方が来られていろんな思いを持って来られてきてますので、そちらの皆さんで本当に集中したいというふうに思います。従いまして、今のところまだ動きありませんけれども、連中が来てまた出られたという方も分かりませんけれども、そちらの方には本当にもう気を取られずに、あるいはまた挑発に乗らないでですね、こちらにみんなで集中していただきたいというふうに思います。一応警備の基本はですね、大抵私たちがここにいる場合に角に陣取って、でっかいバイクで流れかけるパターンなんですけども、そこには欠かせないというふうな基本で、おうちから追い返すというふうに思ってます。できるだけ向こうに行けというか、いうことで対応したいというふうに、かといってどこまで向こうが言うこと聞くか分かりませんので、それは臨機応変にやるということで、妙なトラブルとか衝突はできるだけ避けるようにしたいと。警察もいますし、警察というのは、常にどうやってか、そういう人たちの味方をするような、警備の仕方をしがちなので、そういう介入の口実にならないような、形のですね、行動はやっていきたい、心がけていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんの方でもご協力をお願いしたいというふうによろしくお願いします。MX
広報の人と連絡を取れる姿がないからなんですけれども、前回はその内容について返事がありませんでした。で今回は、お返事あったんですけれども、いつもと同じコピペの回答、いつもと同じ回答をコピーペーストして落としてくるような感じなんですが、あの BPO の結論が出るまでどの段階にも答えはできませんというような返事でした。でただ別に BPO と関係なく企画としての結果を出すべきだと思います。それであの、まあ、出しているというのであればその2月に出した、ニュース業種は捏造はありません、虚偽ではありませんという開きのあった見解そのまま維持しているわけですね。でそのままでいいのでしょうかと私たちは思うわけです。でせっかく9月30日に、作る人のサイドで言えば MX の名誉回復のために作ったと、あの業者側のロータスジャパンの社長が、アホーバーの趣旨について語っていましたけれども、 MX についてMX の人はあれはナチュラルに流したのか何も言ってません。で、ただそういう名誉回復をしたいという気持ちがあるのであれば、あの見解を覆さない限り全然名誉回復にはならないわけですよね。でそれを汲み取ってほしいなということは余ったりというわけでして、私たちの前できちんと話をしてほしい。私たちは単にあの MX に抗議をしてお騒がせをしたわけではなくて、 MX をあの立ち直らせたい、あの東京都民の税金も使っている放送局、私たちが見守ってきちんとした放送局にしたい、そういった思いでやっているわけですので、そういうその思いを誠実に受け止めて対応していただきたいと思っています。今日もあの途中で、面談の申し込みをしていきたいと思いますので見守ってください。で今日は福代さんも、来てくださっているので、後で三振と歌賑やかにやっていきたいと思います。じゃあ、今どうした方は私の方に申してください。どなたか今入ったばかりの方がいらっしゃったのでお話しいただけますでしょうか。手箱を抱えに行かれて、今日帰ってきたんですね。あの昨日は海の日で海上行動があったんですけども、あの海上行動はカヌーが80隻、それから抗議船が、8隻プラス、報道関係者が1隻9隻、それにあの砲を張った1人で乗っている方もいらっしゃいます。なので90隻ぐらいがいたので、あの海上保安庁が全く手が出せないというか、むしろあの海上保安庁があの全部やらしかったという事実でした。前日にはあの関連の人たちが拘束されて何らかのもので拘束されていたんですけども、昨日は海上は良かったんです。ただ海上から、9時半と遅くなって出発が9時半に出発をして2時間ぐらいあの、フロートが全部撤去されてますので、かなりあのご苦労のものとか近くまで皆さん来てました。で、あの皆さんと川口さんがいらっしゃって、あの川口さんがずっと歌を歌って、その子の励みになった方もいます。ただ、残念ながら陸の方はあの朝から暖気が入ってしまいました。あので僕もあの海から上がってすぐに駆けつけたんですけども、その時も2階の暖気が入ってまして、で3時にもまた3回目が入って100台以上のダンプが出たり入ってきたりしてました。あの会場の方はとても良かったんですけども、実際にあのダンプを止めることはできませんでした。それから前日は高屋に行ったんですけども、あの、まあ、義母さんが一人で留守されてて、そこにあの宜野湾の方からとか時々何人かの方が支援に見えたんですけども、あの午前中はあの落ちた輸送の、戦闘ヘリ、名前なんとか CH53E って言うんですけども、これが 2機編隊で高屋の上空を2回ぐらい来ました。で午後は、その戦闘機、それ以外の戦闘ヘリが2ないし3機でやはり隊列を組んで高屋の上空を飛びました。それからオスプレイは2機編隊でやはり高屋の上空を飛んでました。あのオスプレイも落ちたし、CH53E というのもあのこの前、炎上したにもかかわらず
こんな現実があるんだというのを本当に高いに行って、驚きました。それからあのヘリが炎上した牧草地なんですけども、あそこが、年に3回か4回あの収穫されてるらしいんですね。ですから10月の、収穫はもちろんできないんですけども、3月の収穫も多分無理だろう、で8月も多分無理なんじゃないかってことをあの持ち主の方がおっしゃってました。沖縄はまだまだそういうふうにあのひどい現状があるみたいです。はい、一応帰ってきましたけど、一応現状報告です。ありがとうございます。そうしたら、一言先ほどお話したいと言ってくださった方お願いします。はい、お疲れ様です。私はあの平和と民主全国交換会というものですが、今日は10月29日に江東区の亀戸中央公園で日露宝団結祭りを行います。ここで今宮古島でミサイル基地反対している若いお母さんですね、ソナン由香子さん、これあの石峰香織さんと2人でですね、宮古島で血の身を抱えながら基地建設反対運動をやっておられます。それは特に宮古島は宮古島の島の下にですね、大きな亀っていう、まあ、あの水亀があって、宮古の人たちはそれを組み上げて飲料水にしてるわけですね。そこに基地を作って地下水が汚れると島民の水が、命の水が汚れるっていうことで彼女たちは反対運動してる。しかし石嶺さん今回惜しくも落ちて、あの落選したんですが、前回当選した時はですね、登庁議会に登庁したその日に議員辞職勧告決議というのをですね出すっていう、そういうふうな嫌がらせを受けながら頑張っています。28日には大田区の入洗い集会して前夜祭で交流会をやり、29日には亀戸中央公園で彼女を囲んだお祭りをやります。ぜひご参加ください。そして彼女たちについてのカンパも集めて後で収めたいと思いますので、終わったらそこで封筒を掲げていますのでご協力ください。で、私たちはですね、今沖縄の置かれている状況がですね、今度の総選挙でもう4区は惜しくも落選しましたが、4人のうち3人はオール沖縄で当選しました。皆さん、何度沖縄の人たちは基地建設反対の民意を示しているんでしょうか。憲法95条ですか、国と地方自治体は対等平等です。沖縄の県民の意思ははっきりと基地建設反対、辺野古基地建設反対、高い基地建設反対、そして南西諸島に対するミサイル基地反対、これが民意です。これが民主主義です。私たちはこうした声にしっかり連帯しながら、東京でも沖縄連帯する取り組みをしっかりと行っていきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。スプレーコールもいいですか、スプレーコールもいいですか。じゃあ皆さん大きな声でスプレーコールしましょう。デマで沖縄の偏見を煽るな、デマで沖縄の偏見を煽るな、デマで沖縄の偏見を煽るな、辺野古新基地建設反対、基地建設反対、辺野古新基地建設反対、高いの基地も作るな、南西諸島へのミサイル基地建設反対、 MX テレビは出ませんでをするな、沖縄への偏見を煽るな、MX は公共放送の
ちゃんと行え。電車公共放送ちゃんと行え。公共放送の主張をちゃんと行え。公共放送の主張をちゃんと行え。公共放送の使命を自覚しろ。皆さん、どうもご苦労様です。実は一坪半千地主会関東ブロック の中地といいます。よろしくお願いします。それですね、私がこれから喋るなるべく簡単にやりたいと思いますが、私がこれから喋ろうと思うことは無駄かもしれないというのはですね、先ほど話が出たことに関して、思いついたことがあるんですね。まず一つですね、自衛隊の基地建設ですね、宮古島の。どうでしょうか、これは宮古島に自衛隊の基地建設するところに関しては、当局は尖閣諸島の問題を意識してああいうことやってるんでしょうか。その辺のところちょっと分かんないんですけどね、もしそうだとしたら皆さんお伝えしたいんです。どうですか皆さん、パソコンでですね、パソコンで外務省のホームページをご覧になったことが あるかと思いますけども、そんなこと私が普段からおかしく思っているのは、外務省のホームページ尖閣諸島問題クエスチョン&アンサーというのがあるんですよね。その中にクエスチョン14、クエスチョン14とアンサー14がありますけども、その中にどういうことが書かれているかというと、まず日本政府外務省の立場として尖閣諸島は歴史的にも国際法の上からもね、もともとこれは日本のものなのだと、何も問題ないんだと。だから、棚上げ合意とかそういうことやったことはないんだと、そういう書き方してるんですよ。どうですか皆さん、この私がこの外務省のこの尖閣諸島の問題に関するホームページご覧になったことありますでしょうか。で、そういうことを書いておきながら、そのクエスチョン14に対する、アンサー14に対するですね、1972年の当時、まだ日本と中国が外交関係をまだできてない時に、日中国交正常化交渉の時にですね、おっぱらあそこ側だけの発言で、この問題はちょっと置いておこうやと。危ない。ガバマーク。あ、フーが飲んだ。
沖縄にまた歴史を作り、火の粉を栄え、自衛隊、もろもろですね。これに関しては皆さん、内閣府のホームページ、内閣府のホームページに、地域主権改革というの記事がありますけども、あれ、皆さんご覧になったことありますでしょうか。地域主権改革ですね。地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることができる活気に満ちた地域社会を作っていくことを目指しています。このため国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換するとともに、明治以来の中央集権体質から脱却してこの国の在り方を大きく転換してきます。これは私が勝手にでっち上げた作文じゃないんですよ。内閣府のホームページに書いてあるんですよ、ね、皆さんどうですか。これをご覧になったことありますか、それは、ね、で私が言いたいのは、政府は内閣府のホームページにこういうきれい事を書いておきながら言ってることとやってることが違うじゃんか。そうでしょ、ね、皆さん、これも私らの怒りをぶちまける材料にしたいなと思っています。皆さん、もしどうでしょうか。私が今私が今引用しました言ってですね、もしご覧になってない方がいらっしゃいましたらね、もしぜひパソコンでご覧になってね、ご覧でいろいろ検討してください。お願いします。どうもすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもご怒りごもっともです。続きまして、埼玉です、ね。先生、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。この抗議報道もね、始まった時は皆さん長袖着てて、また半袖になってまた長袖に戻ってですね、だいぶ長くなってましたね。まさかこんなに続くとはちょっと予想外でした。で、先ほどから話がありましたように、今度の衆議院選挙で、沖縄ではね、辺野古の、候補者が3名当選しましたよね。1人丸く選しましたけど、で、ニュース女子の中で沖縄の人はみんな基地に賛成していると、反対しているのはね、山本から来ている人だけだよと言ってましたけど、もう破綻していますよね、この時点で。まさか沖縄の有権者みんな山本から言っている人ですか。3ヶ月前に引っ越している人ですか。ありえないよね。もうこの時点でこの番組はもうおかしいんです。で、今日もし話す機会があったら、伝えたいと思ったことが2つありまして、1つは本日の毎日新聞の朝刊なんですけど、ニューヨークタイムズかな、アメリカの新聞なんかでは、ファクトチェッカーですかね、検証する記事の正しい正しくないか検証するという動きがあって、そういうシステムが、動きつつあるそうです。 でちょうど、ね、たまたまなんでしょうけど、ニューヨークタイムズ今日見てたら Facebook も、なんていうフェイクニュースチェッカーズというのを作っていて検証してるんですね。ただしあまりにもフェイクニュースが多すぎて落ち着かないっていうかね、問題あるらしいんですけど、ニュース女子とかはどうだろうな、Facebook とかで流れてるんですかね、もしかしたら一部、利用者によっては。拡散してる、うん、そういうデマはね、日本でももうちょっともう BPO、テレビですね、BPO だけっていうのではもうダメだと思います。いろいろ手を尽くしてですね、検証していけるような体制を私たちも考えて提言をしていけばなと思うんですけど、で例えばいきなりそういうことは難しいでしょうけど、ニュース女子に出ていた、出演者の皆さんの中に沖縄の基地問題の専門家はいたでしょうか。果たしてないそんな番組って考えられないですよね。野球のルールを知らない人が野球の解説やりますか。そんな番組やったら笑うでしょ。相撲のルールもわからない人が NHK の相撲の解説に出ないですよね。大体元横綱とかそういう人が出るじゃないですか。なので本当にニュース女子検証番組作るんだったら、やらさんとかワイドマリさんとかそういう人を呼んでね、長谷川さんとしっかり議論して、ちゃんと専門家を呼んで番組を作ってみたらどうですかというのが今日の提言です。
で、そうじゃなかったらただ素人が騒いでるだけというですね、何の説得力もない番組ではないでしょうか。まあ謝罪と撤回を、まあ、求め続けて早9ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、他にもいろんな方法を考えてですね、謝罪しろというだけではなくてね、アイデアをみんなで出し合っていければと思います。以上です。まあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうしたら今の豊さんたちが音楽の練習してくださってましたが、そろそろご準備よろしいでしょうか。お願いします。トヨさん、カパパンさんと日音響の、お名前言ってもいいのかな M さん親子です。はい、じゃあマイク、はい、どうも皆さんこんばんは。今日もいろいろ緊張が続いてますけど、本当にでもカウンターの皆さんありがとうございます。本当にすごく心強いです。ではですね、皆さん、朝とやゆうたですね、一緒に歌いましょう。今日は豪華メンバーでお送りしたいと思いますけどね。では、いきます。続きましてですね、返せの次は、立ち上がれ、座り込め、どっちからいきましょうかね。大変でございますけどね、じゃあ、座り込めから座り込めからの立ち上がれ、いきましょうね。座り込むからの立ち上がれ、立ち上がれからの座り込みがいいですよ、どっちかですね。はい、では座り込めからの立ち上がりいきましょう。座り込め、ここへ、ここへ座り込め、踏み踏んで、ここへ、ここへ座り込め、揺さぶられ、潰されさ、体熱を立て直す時は今、踏み踏んで、ここへ、ここへ座り込め、沖縄の水には沖縄
気が出ますね。じゃあ、続きましてまた発言していただける方をお願いしていきたいと思います。さあ今日初めて来てくださったという若い男性がいらっしゃるんですけれども、お願いしてもいいですか。山田と申します。こんにちは。今日中村さんにちょっと、と知り合いまして、ちょっとこういうデモあるよってことで初めて参加させていただきました。はい、すいません。まだ初めてデモ参加するので、ちょっと慣れない点もあるんですけど、皆さんの力になれればなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、こういう問題に対して、ね、声を上げるってこと大事だなと思いますし、はい、ちょっとあんまり出るってことなかったので、こういうきっかけに、でも参加してみようかなと思いました。はい、どうも今日来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。一人仲間が増えて嬉しいです。ありがとうございます。これまでも何回か来てくださってる方、今日ちょっと久しぶりですかね、お話ししてもらっていいですか。何回かそちらには来てるんですけれども、ここに立ってお話しするのは多分初めてなんですが、もう問題の番組が1月に放送されてからもう10ヶ月以上経っていますけども、いまだに全然反省をその姿勢を見せないっていうことで、まだこんな抗議を続けなければいけないのかなと常々思っています。沖縄のことですけども、私返還されて20周年の時に沖縄のいろいろな映画とかイベントを東京都内とかでもやっていて、そういったのがきっかけで沖縄に興味を持つようになって、で、その10年後ぐらいしてから、たまたまその三線をやってみようかなと思って沖縄に旅行した時に、で三線を買って、それでさらにやっぱり沖縄の文化にはとても興味が大きく、沖縄の文化に触れていくことになるんですけども、最初の頃は基地のこととか何もわからないというか、その一般的に言われている基地によって抑止力があるとか、そういったことをまだ信じているような状態でした。だからそういった本当に一般のメディアが沖縄のことをちゃんと放送し取り扱って報道しない、常日頃から報道を全然していないというのことがやっぱりあって、こういったデマの番組が作りやすい状態になっているんだと思うんですね。だからこのニュース女子とか MX テレビだけの責任があるわけじゃなくて、日本のメディア全体に大きなマスコミの大手マスコミに大変大きな責任があるんだと思います。で、どれだけ効果があるかわからないんですけども、そういった番組に、余裕があるときですけども、私もなかなかできませんが、沖縄のことをもっとちゃんと報道してくれということとか、あと報道をちゃんとしてくれたときには、それに対して、褒めるというか感謝するというか、そういったメッセージを送ることが大事だと思います。それでできるだけそういったことをやるようにはしているんですけども、そういうことでちょっとこういう状況を変えていけたらなと思います。先日報道ステーションで高井のことをだいぶ丁寧に取り上げてくれたことがあって、その時もメールでメッセージですけども、今後も ありがとうということと、今後も頑張ってよろしくというようなことを書いて送りました。だから本当につい書くとなると長く書いちゃうこともあるんですけども、どっちかというと短い文章の方がいいと思います。電話ででもそんなに長く説明しないで、一番伝えたいことをパッと言うという、そういうふうなやり方をすれば、皆さんも気楽にできるかと思うんですが、もし皆さんも余裕があったらやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。
うだなって今気が思い出させてもらったんですが、新聞記者の友人の方がいて、朝鮮人の虐殺の追悼式の時に都知事がメッセージを送らなくなったということの記事を朝日新聞がちゃんと書いたことについて、よかったよく書いてくれたという意見もあったんだけど、どうしてこんな捏造のようなことを書くんだというような、そういった意見の方が3倍ぐらいは上回ったそうなんです。だから私たち書いてくれたことについて、よく書いてくれたということもまめに応援して書くことがとっても大事だなというふうに思いました。あと今日お配りした、後でも告知しようと思いますが、片方が11月12日の渋谷でも私たち市民有志皆さんでやろうと思っているデモのチラシの裏面が、11月の2回の、行動チラシになっているんですが、その下の吹き出し2つのところに、抗議というかお問い合わせ、言いたいことを言う電話番号が書いてあります。ですので、いいことを放送してくれたら褒める、そして、抗議したいことがあったらまたどうしてなんですかっていう、そういった行動をみんな小さな一つ一つの試みですけれども重ねていけたらなと思います。一緒に集まらない時もそれぞれできることがあったらやっていきたいなというふうに思います。どうもありがとうございます。練馬から来ました太郎の市民ですけれども、ニュース自身のひどさはもう皆さん話されてますので、私から一言ですね、やっぱり今度の選挙のことですね、与党が勝ったよりも野党が自滅したとか、それは得票率とか見れば誰でも分かりますよね。野党の合計した方が多くて、今度の逆転できたんじゃないかと。ただそういうことよりもですね、私自身経験したことなんですけど、政党名出してまずいのかな、終盤のですね、新宿の大造宣伝ですね、ああいうのがですね、いわゆるネットで、ツイッターですね、で、わずか2、3日前に告知をして、あっという間に広がる。で、それに対して政党の関係者からも、リプライがすぐ返る。あるいはその代表からもですね、意見が出てくるとかですね、凄まじい勢いで発展していって、確か1週間からで寄付が7000万とか8000万と思ったんですね。私も新宿に行ったんですけど、あれは確かに8000人以上いましたね。すごい数ですね。で、そういうことを言いたいんじゃなくてですね、実はあそこに集まってた人は横断幕を持ってた子とか、ボランティアの方が100人ぐらいいたっていうんですが、若い方なんですよ。本当に高校生じゃないかと思うようなですね。私も総係でよく参加してるんですが、皆さんご存じで年配の方が多いですよね。ものすごい若い方がたくさんいましたよね。もちろん10代じゃない方も20代、あるいは30代とか40代ですね。そんなようなサラリーマンとか OL の方とかですね。そういう方が多いということですね。で、それも集まった兵器とかですね、武器によってもツイッターなんですよね。で、私もこれもいろんなことが言われてるんですが、急にそういうことが起きるってことはありえないと思うんですよね。なぜ起きたのかっていうのは、やはり数年前からのデモとか集会、地道な活動ですね。ここの活動もそうです。こういうものの積み重ねがですね、やはり実ってきてるんだと私は断言します。で、おそらくですね、これからですね、新しいデモクラシー、民主主義のモデルっていうものができていくのは間違いないですね。この間の選挙で確実にできました。で、これからますます発展していって、しぼむことはないというふうに私は個人的な意見ですので確信しました。皆さん、めげずに1年でも2年でもしつこく頑張りましょう。以上です。ありがとうございます。選挙のことが出たので、前回一応ご報告したんですけど、うるさくて皆さんに話が聞こえなかったかもしれないので、もう一回ちょっと簡単にご報告したいことがあります。MX の抗議する市民有志の私たちプラス抗議行動にも活動参加してくださった方、自分たちの仲間内で、短い時間だったのでたくさんの人に声かけられなかったんですけれども、立憲民主党に対して、普天間辺野古基地問題を選挙の争点にしてくださいという要請書を出しました。そして記者会見を開きました。
それであの立憲民主党だけでなくて本当はそれぞれの政党に言うべきところなんですが、まあ、時間も限られる中で一番キーになるところ、そして一応ゼロベースで辺野古を見直すというふうに書いてあります。そういった政党ですので、ただゼロベースというだけではなく本気で取り組んでほしい、野党共闘でやるときに必ずそれをしっかりとやってほしいということを念押しし、争点にしてもらいたいということを、本当に小さな試みですけれどもやらないと気が済まないねというところからやってみました。それをあの今後もつなげて、例えばそういった小さな試みですけれども、それを記者会見しましたら、週刊金曜日、あの今日も取材に来てくださってますけど、今出てる週刊金曜日 の1ページ開くとすぐにその記者会見の様子を記事にしてくださいました。それから朝日新聞の人が来てくださいまして、ちょうどその記者会見の前日が高江に米軍ヘリが墜落した日だったんですけれど、その事故と絡んであの市民の方でこういったことを沖縄差別ではないか、選挙の争点にしないのは沖縄差別の裏返しではないかと私たち訴えたんですが、そのことを記事にしてくれました。でその後私たちの訴えがどの程度関係したか分かりませんけれど、朝日新聞では社説でやはりその沖縄のことをないがしろにして、それを争点にしないのはおかしいというような趣旨の社説が2回連続で出ました。やっぱりあの私たち一人一人あの無力と思わないで力を尽くしていくことはとっても大事だなって感じられる一件でした。いつもの皆さん のこう場があってこそもうできた取り組みだと思います。ご報告いたします。ありがとうございます。そうしました。ここでちょっとあの MX の方に面談を申し込んでみたいと思います。ですね、あの毎回あのお知らせしてますけども、あのずっとこの間 MX に対して、私たちはこうやってこうあの車前に来てですね、防止レコードやってる、ぜひ私たちの声を聞いてくれと、直接あの担当者の方出てきてくれということをですね、事前にまあメールでもお送りし、また当日もあのしているんですけども、未だにあの、誰も出てこないという状態です。で以前だとあの、まあ、警備の方が、仲介に立ってくださった時もあるんですけれども、それに対して、聞くところよりはなんで仲介するんだと、そんなことをするんじゃねえのと言って叱責されたというあの話も漏れ伝わってきています。なんという態度なのでしょうかね。あのこうやってもう本当に今年1月からずっとこうあの面談要求をしてきております。少なくとも誠意ある普通のですね会社であるならば、これだけ、面談要請をしてきてる、私たち市民に対してですね、1回ぐらいはあの出てきてね、別に私たちの要望にですね、その通りですとすいませんでした訂正しますと言わなくてもいいですよ。あのもし言うのが一番いいんだけれども、言わなくてもいいけど、少なくとも MX としては各々近々このように考えています、ということをやっぱり言うべきじゃないかと思いますよね。少なくともお客さんが来たら、少なくともここはあの公共の放送局なわけですね、報道機関なわけですね。報道機関はですね、そういういろんな視聴者あの読者に対して開かれているはずではないでしょうかね。そういうことに対して本当に思うことがするというような態度についてですね、非常にこうあの理解もできないし、もう誠意を感じられませんけども、今日も事前にあの、今日も来ますよということで、言ってありますので、ちょっと受付の方にあの聞いてみたいと思います。ということなんで、すいません、ちょっとテールの方ちょっと来ていただけませんか。おい、社員出せよ。おそらくここにいらっしゃるのはあの管理会社、テレビ会社の方だと思うんですけども、MX の方にちょっと取り付いてもらえませんか。あのそれまた、そちらの方はどちら、小田急、小田急の方、ビルの管理、ちょっとこちら来ていただけませんか。あの趣旨はね、今日も来るという趣旨は事前にあの先生の方にメールでお送りしてあるんですよ。だから承知してると思うし、こうやってランスターライブ大会で、
来ているので、とにかく出てきてもらえませんかね、あるいは、まあ、少なくとも取り付いていただけませんか、どうでしょうか、ちょっとこちら来てもらえませんか、ね。それで私たちは警備の方とその話をするとか、警備の方にこうですね、責任を全くなくて、まあ、警備の会社は警備の会社として非常にこう難しい立場にあるということは重々承知をしているんですけれども、ただ、なんといってもここに、いる少なくとも警備の方いらっしゃらないので、とりあえずちょっと仲介していただけませんかね、いかがですか。こちらにいらっしゃる警備の方の担当の方とか責任者の方いらっしゃらないですか。責任者手挙げて。ZSテレビまだ明かりが灯ってますので、全くその安全会社は閉じてるというか、営業を終えてると思えないんで、サテライトスタジオもちょっと明かりが灯ってますしね、上の方も灯ってるんで、どなたか必ずいるはずなんですよね。全く無人の建物になってると思えないので、本当にどなたか出てきてもらえませんか。今日はたまたまですね、まあ、動くと思しき人たちが、まあ、どうやら来ないんだけども、来るためにね、エベックスは頑張れと、我々エベックス応援団だと称して、ね、来てるんですよ。そういう人たちにですね、頑張れと言われてエベックスは恥ずかしくありませんかね。少なくともね、公共的な性格を持った放送局がですね、デモや嘘や中傷、誹謗中傷をですね、ばらまき、そしてばらまいたことに対してその通りだと賛成すると応援すると言った人たちをですね、声に囲まれて、どうなんでしょうかね、放送局として恥ずかしい思いはしませんかね。もしもそうだったら、いや、私たちがああやって怒鳴ってる人たちとは違うんだと、私たちは各界を使ってこのようにですね、放送局としてちゃんとした立場を持ってるんだということをですね、出てきて私たちにですね、説明するのが本当に当たり前ではないかと思いますけどね、いかがでしょうか。今回の先ほどどなたも言ったようにね、今回の総選挙においても4つの選挙区のうちでね、3つの選挙区で辺野古基地反対の候補者が勝ったわけですね。で、1つの選挙区で残念ながら負けましたけど、ただ総合的な全体のですね、得票数からすれば辺野古基地建設反対の票が賛成の候補よりも2万票、3万票から3万票しか多いわけですよ。ここに現れたら、本当にあの木原議員は基地反対なんですね。ところがニュース女子では沖縄では基地反対の声は聞こえないということを堂々と言ってたじゃないですか。それが訂正しないんですかね。それが訂正しないまま未だに流されている YouTube でも見ることができるという状態になっているわけですよね。それは放送局として恥ずかしくないでしょうかね。事実に基づいた、ね、放送すべき放送局はですね、事実に基づかない放送をしたままになっている。今回の総選挙もそれははっきりしたじゃないですか。それを踏まえてやっぱり放送局として、放送機関としてね、やはり正しい態度を取るのが当たり前だと思いますよ。だから少なくとも私は何をして先輩なり、あるいは娘なりにしてもらえませんか。お願いします。私たちの気持ちを届けるコードをしていきたいと思います。でその後、歌うあとこの告知をしていきたいと思います。声を上げよう、みんなで上げよう、みんなで上げよう、嘘の放送許さない、嘘の放送許さない、嘘の放送許さない、声を上げろ、声を上げろ、
願うならば、あの番組がどんな位置づけでどんな思いで作ったのかをしっかり有数女子と聞き比べて解説するべきです。あれでは全然意味が分かりません。有数女子についてちゃんと先生謝罪してくれれば、私たちだって好きでここにいるわけじゃないんです。そういうわけでいるんだよ。先生謝罪してくれればもうすぐに来なくなりますよ。右翼の凱旋右翼の汚い言葉で応援されて嬉しいはずがないと思いますよ。公共の電波を使ってそれを預かる身としてきちんと教授を持って仕事をしてください。お願いします。で、この先ほど言いましたが、ここのピンクのチラシの左下に MX 問い合わせ先の電話番号が書いてあります。それなので、例えば今日もどうして会ってくれないんですか、市民の、で素朴なこんなのおかしいでしょうっていう抗議の声をちゃんと聞いてくださいよっていう、そういったことも問い合わせしてもらえれば次の行動にもつながると思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、豊さんの歌に行く前に、先ほどちょっと挨拶を一言お願いしていた方がいたので、皆さんこんばんは。もうちょっとこれ何度も話させていただいてるんで、もう MX に対する、ファリゾーの批判はもうあんまり言わないで、ちょっと今日別のこと話そうと思うんですけど、日給新党っていう市民団体っていうか、インターネット上で集まった、個人の集まりですね。でいろいろやってまして、あとここのほかに、日曜日の新宿の西口で、高江と辺野古の夜、基地建設反対のスタンディングを午後の1時から2時半まで、毎週日曜日やってます。
でやっぱりこういう路上とかで抗議とかね、いろんな声を上げるっていうのは非常に大事だと思います。それでなんかそれも1回2回じゃなくてずっと続けるってことはね、とても大事だと思います。で、まあ、ちょっとここはまあ夜なんで、まあ、あまりね人通りも夜でいなくて、ちょっと反応はやっぱり新宿とは違うんですけど、やっぱり新宿なんかで立ってますとですね、例えば、まあ、オスプレイなんかね事故を起こしたりとか、ヘリコプターをついたりしたりとか、まあ、そういう時は非常に、まあ、反応といいますか、まあ、チラシの受け取りやなんかもいいんですけど、まあ、そういうことがまた沈静化しちゃうとね、なんかちょっと世間もまあそういうことに関心がなくなっちゃうと思うんですけど、まあ、それでもねやっぱり続けていかないと、まあ、本当に、まあ、いわゆる今 の, 日本の状況というか、まあ、世界的にですけども、まあ、結局マスコミとか、ね、メディアが報道しない事件というのはまあ存在しないような、ね、感じになっちゃうわけですね。で逆に言えばメディアがまあ報道すればデマでも、ね、それが真実として流通してしまうと、まあ、そういったことは、ね、絶対にまあ許しちゃいけないと思います。ほんで、まあ、今回 の, まあ衆院選の結果で、まあ、結果を、ねまあ、とりあえず、まあまあ、自民と圧勝ということで、まあ、非常に、ねまあ、腹立たしいんですけど、まあ、まあ同じような手口で、ね、何回 も, もう騙されてね、本当にもういい加減懲りよって感じなんですけど、まあ、それでもね、まあ、ここで、まあ、もう選挙なんてもしょうがないって諦めるわけにはいかないと思います。でまあちょっと話違いますけど、実は先週かな、今映画でですね、アメリカが最も恐れた男は亀次郎さんとやってるんですけど、皆さん須永亀次郎さんと沖縄のね基地問題とか取り組んで、奮闘されたまあこ、まあ、非常にまあまあ、沖縄ではまあヒーローというか英雄の方ですね。でそれは先週見てきたんですけど、もう終映間終えてか、まあ、上映期間も終了間際だったんですけど、まあ、平日も結構たくさんの人がいらして、まあ、非常にね、まあ、関心を持っている人はまあ関心を持っているという感じでした。でその中で非常に印象的だったのは、まあ、須永さんは、まあ、不屈の人ということでね、まあ不屈感ですか、不屈不屈の靴ですね、ということを言われてるんですけど、まあ、映画見て最後の方のナレーションで、まあ、結局、瀬名が亀次郎が言った不屈っていうのは、まあ、自分のことよりも、何度もですね、立ち上がる、挫折しても立ち上がる、まあ、民衆とか大衆とかそういう人たちのことを、まあ、不屈というふうに表現したと言ってました。まあ、ですから、ここに集まっている皆さんも、まさにね、まさに瀬名が亀次郎と同じようなですね、まあ、意思を継いでる人たちだと思います。で、まあ、そういったことがですね、一人でも多く、まあ、継承していければいいなと思います。まあ、引き続き皆さんも一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。実は井筒高尾さんが来てくださっているので、今もう半になりますが、ちょっと短くでもお話聞きたいですよね。ぜひお願いいたします。何度も井筒さんこちら来てくださって、お話してくださってます。今日もありがとうございます。こんばんは。ただいまご紹介いただきました井筒高尾といいます。元自衛隊のレンジャー隊員をしておりまして、今回のこの MX の問題も可能な範囲では足を運んでいるんですけれども、本当に MX の皆さんですね、私たちが、まあ、申し上げていることっていうのはすごくシンプルで、検証番組されることを全く私は否定はしていないですね。でやるのはニュース女子っていう番組の中でやるんなら検証番組をきちんと放映するとか、あるいは私たちが問題にしているデマっていう部分はどこだったのかっていうところを自分たちで見つめ直すというですね、まあ、報道として極めて当たり前のことなんですが、そういうことをしっかりと、まあ、受け止めて私たちの声に、ね、きちんとですね、視聴者でもありますので、そういうことをちゃんと対処してほしいという、それだけなんですね。1月2日ですよ、放送したの。もうあと来月っていうか、もう11月も間近ですしね、本当いい加減いつまでもこう曖昧もこにしてるんではなくて、そういう姿勢をきちんと正していただきたいというのが、まあ、偽ざる私たちの願いなので、それ以上でもそれ以下でもないので、まあ、きちんと対応していただきたいし、もし聞こえるんであればですね、申し入れなんかもきちんと、まあ、受け取っていただくというのはすごく当たり前だと思いますので、まあ、そういう真摯な対応をしていただきたいなというふうに思います。右翼と違って私たち好戦的ではありませんし、ちゃんと話し合いの場にも応じていただけるのがきちんと思いますので、ぜひですね、この MX の何て言うんでしょうか、報道姿勢きちんと見せてほしいなというふうに思っています。最後に沖縄の差別ね、沖縄の差別っていう言葉はすごく言われるんですけれど、その差別
っていうのはどういうことなのかっていうことをよく報道あの機関として考えてください。どっちかの側に立つとかではなくて、きちんとした中立な報道をしていただきたいと私は切に願っています。で、入手著書でいろいろこう分かりやすく噛み砕いてやることは私は全く否定はしていません。ただ事実じゃないことを、まあ、バイアスをかけて報道するっていうことはやっぱり許されることではありませんし、スポンサーが、まあ、いろんな意向があるんでしょうけれども、そのスポンサーの意向に屈するようであれば、やっぱり MX は報道機関として返上すべきだと思いますので、そのくらいのやっぱり覚悟をですね、きちんと求めたいと思います。私たちというか、私は個人的にもやっぱり MX はきちんと謝罪するまではこういう活動を続けていかざるを得ないんじゃないかなというふうに思っていますので、まともな対応をお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。力強い言葉ありがとうございました。そしたら、豊さんお願いいたします。マイクの方お願いしますね。勝ち走り踊っていきましょう。今日は本当にカウンターの皆さんが集まってくれたおかげで、右翼たちも霊視たちも来なくて、平和な感じでできて、いやなんか楽しかった。なんだけど楽しかったね。じゃあ最後踊りましょうね。そしたら名残惜しいですけれど、次の告知をさせていただいて、それで開きにさせていただきます。11月は9日、第2木曜日9日、そして第4木曜日が祝日なので、11月30日、第4木曜日になりますので、お間違えないようにお願いします。そして、11月の12日に、渋谷でも行います。ぜひご参加ください。2時半に集合で3時出発、集合場所は神宮通り公園になります。それから小さい紙でお配りしている辺野古リレーが主催の東京都に抗議という、それが前日の11月11日になります。前日になって大変ですけれども、これはいろんなあらゆるテーマで東京都に抗議したい人集まれということでやっていきます。MX 有志も、講義の有志も出ますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。それからあと尾長さんがこの間来た時に本の紹介をさせてたんで、それもちょっと ご紹介させてください。これだけは知っておきたい沖縄フェイクの見破り方、公文献というところで出てまして、琉球新報 の記者の人がまとめた本です。1500円だそうです。ぜひそれもご覧いただければと思います。じゃあどうもちょっとオーバーしてすみませんでしたが、よろしくお願いします。あとチラシがここにたくさん用意してありますので、巻いてくださる方いたら余分に持って帰っていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日どうも皆さんお疲れ様でした。警備の方たちにどうもたくさん今日は集まってくださってありがとうございます。どうも音楽の豊さんかポパンさん、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。